ジャンクロード・オリビエは、フランスのモータースポーツ関係者。愛称は、イニシャルの JCO。ヤマハモーターフランスの社長を長年にわたり、務め、二輪のロードレースや耐久レース、モトクロス、ラリーレードで、数々の成功を収めた。パリ、ダカール・ラリーでは1985年に、ライガーとしてに入賞しただけでなく、チームマネージャーとして、 彼の弟子を6度優勝させた伝説的人物である。1945年、ベルギーとの国境に近いフランス北部のクロワで生まれた。学校と兵役の後、1965年に、主にポルシェを輸入、販売していた、その音というディーラーに就職した。その会社で立ち上げられたばかりの二輪車部門において、何かしら一つ日本の二輪車銘柄を輸入。 販売し、またその販売網を構築するという仕事を任され、当時のフランスでは知られていなかった、ヤマハという名の二輪車を扱うことになった。こうして1966年21歳の時にヤマハの4つのモデルの販売を行った。最初の年に28店舗を開設し、177台を売り上げた。翌年以降も330台、550台、 と販売台数を順調に伸ばし、1969年には仙台を超える販売を達成した。業績が好調に伸びるとともにヤマハとの関係も深まった。1970年代以降、オリビエは、その後ヤマハチームの指揮を取り、ロードレース世界選手権やフィム世界耐久選手権、モトクロス世界選手権などで活躍。パトリック・ポンス、クリスチャン・サロン。 ジャッキー・ビモンラを輩出した。ジャンクロード・オリビエが1986年のパリダカで乗った FZ750 テネレパリダカでは1979年の第1回大会よりライダー兼チーム監督として参戦。1985年には XT600 テネレに乗り、1位のガストンライエの直後に2位でゴールした。高速化の流れで短気筒エンジンのヤマハを 強いられるようになると、オリビエは、ロードバイク FZ750 用の並列4、気頭エンジンを搭載するテスト車を試作して、ヤマハ本社を説得し、1986年のパリダカで FZ750 テレネを自ら運転した。そうした執念が実を結び、1990年に、待望の2気頭エンジンの Z750T スーパーテネレが登場すると、 フランス国内選手権からスカウトしたステファン、ペテランセルが1991年以降6度のパリダカ優勝を果たした。オリビエは1988年にライダーとしての参戦を終え、その後ヤマハ改め、ヤマハモーターフランスの社長に就任したが、1995年と1996年は XTZ850R に乗り再びパリダカに出場した。 1998年をもってヤマハはパリダカから撤退するが、その後もオリビエはラリーレードへの情熱を持ち続け、2004年には二輪駆動マシン WR450 回にトラックでの参戦という形でそれを実現させた。そのオート時代より45年間勤めた会社を2010年に退社したが、その後もパリダカの経験者として、あるいは現役で様々な形で、 は高に関わる人物として活動を続けた。2013年2月13日の朝、フランス北部のアンクールあたりの高速道路の路線 A、一応四区自動車で走行していたところ、トラックが中央分離帯を乗り越えて突っ込んできて衝突し、オリビエは命を落とした。その突然の死に、ヤマハフランス、日本のヤマハの関係者、フランスのラリーファンやバイク愛好者に、 大きな衝撃が走った。フランスの老舗の新聞、レフィガロもその死を悼む記事を掲載した。現地日付当時フランスは徴兵制であった。A1 という路線を Google マップで示したもの、AB 8ット ABCD1986 年、FZ750TA、NA、RA ヤマハ発動機。g e クロードリビエースエムバイープルエヴェーヴェーヴェーヴーヴェーヴェーヴーヴェ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 ーヴーヴーーヴェーヴェイヴーヴーヴェーーヴーヴェーヴェーヴェー